おはようございます。えー、今日の話はあ頭をアイデア向上にする二重のステップというですね、アンドリー・アンドリーセ,ドニセドニエフさんの本の中からあ同盟のことで書きましたあアイデアを生み出す達人になるためにはと。えー、と私たちはまアイデアの時代に生きていると、まあ、企業は優れたアイデアによって繁栄するかそれがないために衰退するか2つに1つだと。で ジョージ・ランドとベス・ジャーマンという人はですね技術者と科学者の創造性を測定するための NASA が行っているテストを1600人の5歳の子どもに行ったとでその後彼らは同じテストをですね10歳と15歳の子どもに行ったとで5歳の時点ではです、ね、子どもたちの98%が 天才的な創造性を発揮するけれども、それは10歳になると30%に低下して、15歳になると10%に激減すると、でなおです、ね、大人のグループにもやったけれども、天才的な創造性を示したのは、わずか2%に過ぎなかったと、まあ、子どもというのはです、ね、えーまあ、結局、学校に行ってです、ね、一般的なことを教えられて、これじゃなきゃだめだと、あるいは答えは一つだというようなことをやどんどんやっていくとですね、 えー、創造性がどんどんん失われていくと、まあ、いわゆるだから天才とあの大多数の人たちの違いっていうのは子どもの頃の創造性を維持できたかどうかだという話ですで、まあ、その創造性的な作業をしている時はですね佐野は平常よりも低い活動を生み出してるだから創造的なことをや,ってる,にはあのやる時にはですね佐野を全部カットしなきゃダメだということを言ってます でディズニーランドを作ったです、ね、ウォルト・ルとディズニーはです、ね、最も創造性の高い人ですけれども、このアイデアを生み出すプロセスとして、空想化現実主義者、批評家のこの3つがあると、この3つをです、ね、まず最初に空想家のときにです、ね、自分を批判してはだめだと、そして現実的にどういうふうにやったらいいか、批評的にどこが間違っているかということをやっていくことが必要だと。 でまあ、このグラスの水のテクニックはありますけれども、まあ、ただ、問題なのはです、ね、ディズニーがすごかったのはアイデアを出したことではなくてディズニーランドを実際に作ったことなんだと多くの人は素晴らしいアイデアをです、ね、いくら思いついてもです、ね、突拍子もないことを空想してもそれはほとんど頭の中で終わってしまうとだからそれをです、ね、どうやったら実現できるか実際に行動に移せるか。 ということの方がもちろん考えることも大事ですけれども同時にですね実行が大事だという話です。じゃあ今日はこれで終わります。